チャーリーズ・エンジェルは2019年のアメリカ合衆国のアクション映画。監督、脚本はエリザベス・バンクス、原案はエヴァン・スピリオト・ポーロスおよびデビッド・オーバーン。映画、チャーリーズ・エンジェルシリーズの3作目であり、アイバン・ゴッフト・ベン・ロバーツによるオリジナル版、テレビシリーズと劇場映画前2作、チャーリーズ・エンジェルおよびチャーリーズ・エンジェル・フル・スロットルの続編である。 タイトルキャラクターは、クリステン・スチュワート、ナオミ・スコット、エラ・バリンスカが演じ、2019年11月15日に、ソニー・ピクチャーズ・リリーシング配給で公開された。サビーナとジェーンは共に、タウンゼント探偵者のスパイとして活動していた。二人は、リオデジャネイロの犯罪組織に潜伏し、横領犯のジョニーを逮捕した。その後、ボスであるジョン・ボスレイは引退することになる。 一年後、エンジニアであるエレーナは、開発したエネルギー装置、カリストに不具合があるので公表したいと上司のフレミングに相談するが、却下される。そのためエレーナは、タウンゼンド社に依頼して、不正の証拠を渡すために、カフェで、新しいボスであるエドガー・ボスレイと会談を行った。サビーナは、ビルの屋上から観察し、ジェーンは、カフェ店員に紛争していたが、 謎の暗殺者に狙われ、ジェーンとボスレイ、エレーナは車で逃げたが、川に車ごと落とされ、ボスレイは死に、証拠の USB メモリは川でなくしてしまう。新しいボスのレベッカ・ボスレイのもとで二人は、働くこととなった。カッコ内は日本語吹き替え2015年9月15日、ソニーピクチャーズエンタテインメントは、チャーリーズエンジェルシリーズをリブートし、 エリザベス・バンクスと監督交渉中であることを報じた。バンクスは自身の制作会社のブラウンストーン・プロダクションズのパートナーのマックス・ハンデルマンと共にプロデューサーも兼任する。2015年12月16日、ソニーが脚本家としてエヴァン・スピリオト・ポーロスを雇ったことが報じられた。2018年7月、クリステン・スチュワート、ナオミ・スコット、エラ・バリンスカが主演役となる。 戦闘チームの3人組を演じ、またバンクスが複数名登場するとされる、ボスレイのうち1人を務めることが発表された。また2.0エンターテインメントのダグベルグラッドが、プロデューサー陣に加わり、バンクスとジェイバスが、クレイグ名人とセミ、チェラスによる草案をもとに脚本を執筆した。9月、パトリックス・チュワートが、第2のボスレイ役にキャスティングされた。同月、 ルイス・ヘラルド・メンデスとジョナサン・タッカーが加わり、さらにジャイモン・フンスーが第三のボスレイ役でキャスティングされた。2018年10月、サム・クラフリン、ノア・センティメオ、クリス・パン、ナット・ファクソンがさらにキャストに加わった。主要撮影は2018年9月24日より始まった。 2018年10月2日から7日にかけては、ドイツハンブルクのエルプフィルハーモニーハンブルクで撮影が行われた。2018年12月初頭は、トルコイスタンブールのスパイスバザール、ベリーエフェンディ競馬場、スルタンアフメットで撮影が行われた。撮影は2018年12月9日に完了した。2019年4月、新たな映画は、 シリーズ既作のリブートやリメイクの類ではなく、オリジナルのテレビシリーズや、マック・ジーが監督した2000年代の映画の出来事を踏まえた続編であることが明らかとなった。また、映画の公式サイトで、以前の作品でプロデューサーを務め、ディラン・サンダースを演じたドリュー・バリモアが、エグゼクティブプロデューサーを務めることが明らかとなり、さらにオリジナルのテレビシリーズと以前の映画の プロデューサーのレガード・ゴールドバーグの続投も確認された。2019年5月、ブライアン・タイラーが音楽を作曲することが発表された。2019年6月、歌手のラナゲルレイ、マイリー、サイラス、アリアーナ・グランデが映画のタイトル曲であり、サウンドトラックのリードシングルとなる、ドント・コール・メ・エンジェルでコラボレーションすることが報じられた。グランデは、サバン・コテチャ、イリア、 マックス・マーティンと共にサウンドトラックの共同エグゼクティブプロデューサーも務める。2019年11月15日、北、アメリカにて、ソニーピクチャーズ、リリーシングによる配給で公開。全米3452スクリーンで公開され、週末興行収入は860万ドルの3位デビューとなった。全世界では、11月13日に、 インドネシアやフィリピンで公開されたのを皮切りに、11月14日に、中国、マレーシア、ブラジル、シンガポール、ロシア、11月15日に、オーストラリア、11月28日に、タイ、12月5日に、スペイン、12月25日に、フランス、2020年1月1日に、メキシコ、1月2日に、ドイツ、1月10日に、オランダで公開されている。 その他、2020年2月21日に、日本で3月12日に、イタリアで公開を予定している。2020年2月16日時点で、北、アメリカで1780万ドル、その他の地域で5320万ドル、全世界で7100万ドルの工業収入を記録している。最初の公式予告編は2019年6月27日に公開された。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、真面目でエネルギッシュ、少しばかりムラがあるものの、エリザベスバンクスの戦場的なチャーリーズ・エンジェルは、3人の主演による楽しい演技で、シリーズに新たなスタイルを加えている。であり、227件の評論の内高評価は52%に当たる119件で、平均して10点満点中5.37点を得ている。 メトクリティックによれば、41件の評論のうち、高評価は18件、賛否混在は20件、低評価は3件で、100点満点中52点を得ている。ありがとうございます。